サンドウェッジで30から50ヤードっていう形なんですけども、以前教わった時にですね、あのインサイド軌道を、しっかりそれで固めようっていう話があったんですね。どうしてもその短い距離ってなんか上から、まっすぐね、直線の考えがちだよね、そうではないんですよね、だからいつも言ってるけど、そのスイングって全部一緒だよっていうのがそこにあって、そのあくまでも通過点がどこからどこまでの範囲のだけの話で、特段特別なショットする以外は基本的なものは全部一緒だよって、順番一緒だよ、でも違うじゃないですかってよく言われるけど、本来は全部一緒なんだよ。そのパターンもそうなんだよ。使う順番ってやっぱり下側から上がってきて、だん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 上につながってきて、最後に比べるとっていう風な力の伝え方をしてるから、みんな外から見るとあんまり、例えば下半身はそんなにちっちゃいものは動いてないよ、そりゃそうね、ちっちゃな動きなんだから、その見えない見えない範囲ですごく多分動いてる、それからそのポジションをキープするためには筋肉が細かな反発をしながら、そこでその位置を保持してる。だから例えば顔の向きにしてもね、バックスイングするときはこっち、ダウンスイングするときはこっちっていう意識持ちなさいっていうのと同じことで、結局その位置をできるだけ保持するためには違う形で筋肉って使わなきゃいけないのに、みんなが止めるっていうことに表現してしまうので、それは違いますよって言ってるだけなんですよ。30から50ヤードの距離でも、その相反する動きとかちゃんと入れてるから、だからクラブヘッドっていうね、いつも自分の思ってるところにポジションに自分がキープできるから、そのスピードコントロールできるのに、ヒャッ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 ってやっちゃったらコントロールできないから、思ったよりも飛んじゃったり、それが嫌でヒュッて緩めたりするかしら、みんな。だからうまくいかない。だからアプローチっていうのはショットと一緒だよって言ってるのは、アプローチっていうのはただ特殊な打ち方ではなくて、その自分がスイングする中の過程の短いものを、そう、まあみんなはアプローチで表現するけど、アプローチは基本的なフルショットも、その短いショットも、その目標のところに寄っていく方法のものだから、それは全部がアプローチなんだよって、だからアプローチの時に話 したよね。じゃあその30から50ヤードで少しオープンに構えて、ヘッド上から下ろすのは特殊な打ち方を、特殊だよね。そのカット軌道にやりやすいようにとか、もしくは目標に対して平行に立つのはすごく難しいから、ちょっと端に向けといてチョンっていうふうに自分がタッチ出しやすいようにやってるだけなんですよ。それだけのことなの。だからそのできるなら別にその全部平行に立ってやっていいのよ。逆に今回のスイングの土台だから平行に立った方がそれでいいんじゃないの。そこからこうするとこの変化が出るから、こういう球筋になりますよ。例えばその振る方向をハスにすることによって、強く振っても飛ばないようにしますよっていうふうなことのために使ってるだけの話だからさ。だからそれはある意味特殊なショットって言ったら特殊なショットだよ。なるほど。ただそれはあまり必要な時ってないんじゃないんですかっていうのが僕の意見。あまりないよね。どういう時にあるの。いや例えばね、その自分がアプローチする時にさ、例えばグリーンのエッジまで10ヤードありました、そのエッジから5ヤードのところにピン切ってありました、でちょっと砲台です、でそこでみんなは寄せなきゃいけないの。寄ってくれればありがたいけど、まあここはいいや、ちょっと奥目でとか、いや手前でいいやとかってぴったり寄る必要は何もないじゃん、その難しいショットって。でも例えば我々のように職業として選択をしてて、どうしてもそういうところで寄せなきゃいけないっていう時には、ちょっとそこに変化させて、例えばフェースをちょっとロフトをつけるとか、でその分左向くとか、ちょっとカットに入れるとか、回転をつけるとかっていうふうなことで、それをその通過してってるだけの話で、でもそれは普通のことがきちっとできる人たちが初めて変化させることであって、ね、でそれができ基本的なことができないのに特殊なことはもっとできないわけでしょ。だって難しいことやってるんだもん。そうやってオープンに構えてる、フェース開くのが基本みたいな。いやでその基本でもない。基本はまっすぐ構えて適切なところにボールを置いてやるのが基本であって、そこからの変形のショットのものが基本ってみんなが思っちゃうから、あだからアプローチでこうしなきゃいけないんですよねっていうふうな発想になるのは違ってますよっていうことを僕は言いたい。30ヤードから50ヤード、サンドウェッジへと練習したんですけど、
あの以前教わったんですけど、しっかりとしたこのインサイドからの軌道を身につけようっていう、はい、うん、そうだね、インサイドからの軌道を自分が意識するんだったら、まあ何でもいいけどさ、はい、まあこれはいろんな形で使えるけど、まあ直線にしといてもいいし、もしくはこうやってやってもいいけど、それそういうふうに使うときも、いや、どういうふうにでもできるよね、意識。いやだからこう、まあ、例えばさ、もっと上だったらその円に近いものってよく言うじゃない、そうするともうこんな使い方もこうやってできるよね、自分で。黄色の買ったんですけど、うん、まあ極端にこれここまではやる必要ないけどさ、こうやって、まあその意識の中、意識よ、自分のね、そのイメージだからさ、こうしといて、これでこうしといて、こういうふうに使えば丸く使えるじゃない。これ何かというとさ、自分を中心にしてさ、この長さが変わらなかったら絶対ここにイン来るじゃん、でインから来てっていう、だからインから来てインにっていうだけの話だよ。これが本来の形なんじゃないの。だからみんながそこがどうしてもまっすぐまっすぐなんだよ、まあ、まっすぐ上からみたいな、うん、いやそこれそれインから来たってこうやって確かに上から当たってるじゃん、こうやってほら、まあ、そうなんですよね、うん、だから極端に上からじゃなくて、うん、低くても上から来れば、うん、だから自分の中でやっぱりクラブって丸く動けばいいんじゃないの。でもこう一見見るとまっすぐに見えるんでしょ。だってここの範囲だけでも見てるのみんな。だから基本的には丸くこうやって動けばインから来るじゃん、でインから抜けてくるじゃん。あの皆さん、インから入りすぎてしこうなんか寝るみたいな。さあそれは私知りません。え、それっていうのはさ、インからっていうのはこうなっちゃった、要するにクラブがバタンって倒れちゃうからじゃないの。まあそうですね、それをしちゃいけないから上からこう行く。だからそれをしないように、だからそのクラブの特性ってこっちで倒れちゃうんだからさ、はいはい、これブランってブランって、だからこれがこうならないようにならないように丸くなったらそれいいじゃないの。そうですよね。なんで丸く振ればいいのに。そう、私に質問しないでください。あのずっと思ってたんですけど、うん、ちょっと質問したいんですけど、はい、一ついいの。いや、たくさん鎮静波さんってダウンブローの名手、うんうん、鎮静波さんって、うん、のスイングをこう勉強されてた、うんうん、一番最初に見たのは鎮さんだし、鎮、はい、さんの本でゴルフを覚えたよ。鎮さんって言ったらダウンブローの名手、はい、そのダウンブローの名手だと、うん、もう低いとこから入ってるイメージすぐ見れました。だってさ、クラブヘッドがインから来なかったらフック打てないよ。だってチンさんってフッカーだよ。有名なんですよね。フッカーだよね。だからホーガンだってフックで悩んだんだよ。ね。だからそういう発想でゴルフしてるから僕もスライスの困った経験がないっていうふうに言ってるじゃない。っていうことは何かって言ったらフックで打ってる人っていうのは絶対にクラブっていうのがシャローから来なかったらフックになんないんだからさ、こうやって。だって絶対にクラブが上がる、こうやってクラブが降りてくる、背中側がクラブが来る、パーンってこうやって打つからビューンって右出てフックするんじゃん。この練習本気でやった方がいいと思いますね。スイングどうですか。どうぞ。絶対ちゃんとやった方がいいと思います。だから基本的な考え方っていうのはやっぱりこのヘッドっていうのは地面からできるだけ浮かずに行った方が絶対的に安定するんじゃないのって僕はゴルフは考えたよ。だからどうしてもそのみんなは上からっていうのはね、これが上からだと思っちゃうのよ。でもこんなに安定しないインパクトってなくない？で僕は思うんだけどな。だから
基本的によくそのゾーンでゾーンでって言ってる割にはみんな上から叩こうとする。いやそゾーンって言ったら本当にゾゾゾゾゾゾゾの方がゾーンなんじゃないの。そのまっすぐはありえないけど。いやーこの間の低く丸くじゃないんですけど、これぐらいやらないと本当に。だってこれ普通じゃない、こう上げといてパンって。ダウンスイングだって名手はみんなこうなるよ。トレビノしかり、セベしかり、ガルシアしかり、要するにボールをそのものすごくゆっくりこうやってゆっくりこうやってフックに打てる人がアプローチ上手な人じゃん。ああすごいですね。そうよ、だからゆっくりゆっくりゆっくりっていうのはその動きしかないじゃない。だから本当にこうやっといてゆっくりゆっくりピューンってこうやって少し今フックしたじゃない。でそういうのっていうのはインから来ないと打てないよ。だからここでできるだけシャローにシャローにって言ってポンってこうやって当てられることが大切なんじゃない。それは初めて教わりました。ありがとうございました。いいえ言われちゃった。まあ確かにこれは初めて言ったと思うよ。これは初めて言った、それは間違いないです、はい。